皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。パリゴリンスポーツクライミング複合女子の決勝で、森合、茨城県連盟が第1課題最初のホールドが高すぎて届かず0点に終わったことで、主催者に対し国内外で非難の声が上がっている。写真、一生懸命登る森合、ボルダーでの出遅れが影響した。第1課題で154センチの森は何度も助走をつけて、 壁を駆け上ったしかしホールドに届かず落下結局制限時間中に登ることができず0点だったボルダーで7位となったもののリード出た選手を圧倒961点と伸ばしたが惜しくもメダルに届かず4位だった日本のネット上ではこれで盛り合いがメダルもらえないのに不人すぎてほんま納得できん競技ボルダーとリードで分けろよ出た 森いじめ途中で泣きそうになったよ身長は実力じゃどうにもならないから辛いわ。身長芸になってない、またフランスやったなと非難の声、さらに海外ファンも X 上で主催者やルートセッターに対して猛クレームをつける展開となっている。英語で森がいじめられている典型的な例。 五輪の舞台で背の低い人が不可能な課題をこなしているのを見るのは本当に腹立たしい。多様性を何だと思っているんだ。森にとって、このようなことは初めてではない。ルートセッターからこのように差別されるなんて、全く言語道断。何人かのろくでなしルートエッターが高く設定した、ルートセッターが森を汚した。許さない、森がジャンプするたびに心が痛んだよ。 リードとボールドは分けたがいいと非難合々となった。この状況にイギリスメディア、デイリーメールも、クライミングスター、森が身長が壁まで届かず競技開始すらできず。ファンはいじめを受けたと主張と報道。世界的に議論を呼んでいる。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。